方が質問コーナーやってみたいということで、うん、で質問コーナーを募集したんですよ。質問したんですか。質問来ました。質問はしてくれた方がいまして、ありがとうございます。でもう答えた後なんですよ。はい、はい、で答えたんですけれども、うん、どうだった。いや、あの答え方で合ってたのかなっていう、いきなりだったからどういう角度で話してるというか、だから今後もこういう質問コーナー続けていくんだったらもっとうまく答えられるようになりたいなって。あ、まあそう、あ、一応ね、今回はスタッフと僕の方だけで、みんなは質問のこと知らないで答えてもらった。どういう内容かね、用意してないよ。そうそうそう、で俺だけがだから知ってたから、みんなは本当何も用意できなかったと思うんですけど、そういうところも楽しんでほしいかなと思います。達也さんだけは用意してきた。用意してきた、用意してきたっていうことなんだ。これから流れるやつは用意してきたね。じゃあそういった感じで楽しんでみてください。してない用意してない。してない。俺はスタッフさん、昨日スタッフさんに用意してくれた質問見てめっちゃ安牌だったの。毒が全くない安牌の質問だけをスタッフさんが用意してくれてて、いや、これ以上面白くねえだろうと思って、今日の朝急遽これにて、これに組み替えてって言ってから、あ、用意する時間もあってない。もうない。いや、もうほぼない。ほぼなかったです。なるほど、楽しみにしてください皆さん。お前もパソパソなっちゃってるじゃん。楽しみにしてください。の質問コーナーどうぞ。一番好きな映画は何ですか。湯を沸かすほどの熱い愛、まあ、すごく良かった先輩の映画ですね、はい、ハリーポッターですね。スターウォーズです。好きな映画っていっぱいあるんですよ。まあ悲劇で言うと砂と霧の家が結構好きだったり、ちょっとグロいんですけどビジター Q っていう映画だったり、ゆうやさんが答えてた湯を沸かすほどのも好きですし、じゃあゆうやさんと一緒でいいですか。いやです。おっぱい派ですか、お尻派ですか。おっぱいですね。まあ年々変わっていくんですよ。一周してまたおっぱいに帰ってきたからって。やっぱ20代の頃はいや、いいね。おっぱい。お尻派。おっぱいです。まあお尻が嫌いってわけじゃないですよ。最近結構フィットネス系の動画を見ていました。それでお尻もいいなって思います。 YouTube の動画は何だろう。女性のキュンとする仕草、フェチを教えてください。答えになってるかは分かんないんですけど、体のラインに沿った滑らかな服。なるべく艶やかであってほしいんですよね。だからサテン生地だったり、そういうものが体にフィットした状態のものを見ると、あ、いいな。私先ほど言った通りおっぱい派なので、女性が自分のおっぱいを触っている時とかはやっぱキュンとしちゃいますよね。それはキュンなんですか。ギュン。大丈夫かしらねこの方向性で。あー、伝わるかどうかわからないんですけど、パスタとかを食べに行って、こう食べた後に美味しいって言ってこう顔が揺れる人いるじゃないですか。それです。薄着の女性がこうやってちょっと熱いなっていう、こう目の前でやってくれたらいいなと思います。やられたことはないんですけど。あと他には居酒屋とかで飲んでいて、卓の下で足がこう俺の足を触ってくるみたいな、そういうのが経験してみたいな。今まで演じてきた役の中で一番好きな役、一番難しかった役は誰ですか。なんかあんま順位とかね、まあ、聞きたくなると思うんだけど、順位決めるもんじゃないと思うんだよな。今の役が一番好きだと思ってやっぱやるんですよ、役者ってね。そうやっていかないと昔の自分に超えていけないみたいな気持ちになるんだよね。だからそういう意味ではやっぱり映画版の隙間男の勇気っていう役は、いろんな意味でもいろんなアプローチさせてもらって、もう嫌な気持ちもあれば最高な気持ちもいろいろと体験させてもらったんで、今のところはやっぱり映画版隙間男の勇気が一番思い出があるかもしれないです。次にもう行きたいなって気持ちはあるんですけどね、はい。着信拒否された女性について聞きたいです。いや答えませんけど。もういや結構答えませんけど、これはすごくいいねもついちゃってるんで、少しだけ触りだけ教えて。少しだけだよ。忘れもしない高校生、高校1年生の時かな、自転車で通学してたんですけど、その別々の高校行っちゃってたんで、でも そっちの女の子も自転車で通学してたんですよ。でこうたまたま雨の日に帰り道一緒になって、で、あ、ちょっと久しぶりじゃんなんて言いながら、で、雨宿りでちょっとね、こう、あるじゃないですか。で、なんかそこでちょっと連絡先交換して、まあ、連絡取るようになって、で、まあ、多少取ってたんですよ。
で、時は流れて久しぶりに電話かけてみたら、ツーツーツーってずっと言ってたんですよ。あ、ずっと電話中なんだなと思って、それはおかしくないっていう話になって、他の男友達に電話ちょっと行ってワンコールだけかけてもらったら、すぐ繋がってあれおかしいよね俺がかけるとツーツーツー、お前がかけるとプルプルプル、これおかしいよねって話で、あ、これが着信拒否なんだっていうふうに分かったよって話。ちょっとだけって思ってたんだけど、全部言っちゃった今なんかメガネが曇ってるんですけど。そうなんです。それはどうしたんですか。ちょっと一個前の撮影の時に辛いもん食っちゃって、蒸気がすごいです。着信拒否の思い出を思い出して熱くなっちゃったわけじゃないです毎回主催のボケにありえないスピードで乗っかっていきますが、あれは毎回心の準備をして臨んでいるのでしょうか、それとも長年の付き合いのなせる技でしょうか。そんな時ありましたっけ。どのことを言ってんのかな。いやでも共感した時しか気を乗っていかないですよ。何のこと言ってんだろうな。下ネタのことかなお気に入りまたはおすすめの洋服のブランドは何ですか。いろいろあるんですけど、ズボンはもう今結構ハルミンに作ってもらってるズボンを履いてるのが多いので、上はナイキ、プーマ、そういうスポーツ系ブランドか、もしくはメルシーボンクールとかランドリーとか、なんかいろいろ見て回る店はあるんですけど、基本的にはピンとくるまで買わないって感じですかね。結婚願望はありますか。結婚願望はまああります。僕はもともとはありもなしもなかったんだけど、そのなんかね最近はある。過去の恋愛で後悔していて、うん、今でも引きずってる出来事を教えてください。やっぱありますよね、まあ、過去の恋愛で、その高校1年生の時の話かな自転車通学だったんですよ。で、自転車で帰ってたら、久しぶりにね、中学校の時の友達、女の子なんですけど、久しぶりなんていうのがあって、その時雨降ってたんですよ。で、雨宿りして、で、電話番号交換したんですよね。で、俺、で、だからその、着信拒否って結構傷つきました。引きずってます。ちょっと待って、はい、それ恋愛してないですよ。いや、恋愛でした俺にとっては。あなたにとってはそれは恋愛じゃないって言うかもしれませんけど、私にとっては恋愛でした。それは否定される筋合いはない。なんでエムズポイントで100点ばっかり出すんですか。95点とかの時の達也さんの尖らせた口が見たいの。いや、だから俺は見たくないからあ、今ちょっと語弊があったね尖らせた口を見たくないから100点を出してるってわけじゃなく、異論があるんだったら俺はディベートする用意があるし、あ、そっか、みんなあの唇が見たいのか。本当か、それは本当なのか。それが本当なんだとしたら逆に質問があるよ。本当なのかっていう質問があるみんなに対して。なんでエムズポイント100点出すんですかっていう質問した人は本当だと思って、そう純粋な気持ちで美味しいなと思ったら100点。それそうでしょ。失礼だとは思いますが、真剣に達也さんの脇はどうしたんですか。これちょっと今見せますけど、ここですよね、多分ここ俺も何かが分かってないんですけど、多分うちの親が言うには、ちっちゃい頃やけどしたんじゃないかな。日焼けしてこうやけどして、それが残ってしまってこうなったんじゃないかっていう、親は予測で喋ってます。親は俺もわからないから、予測で喋った親に対してあーん、はーんみたいな感じでみんなにはそういう風に伝えてます。僕はスカッシュさんの動画の4人の中にボケとツッコミが必ずいて、ボケとツッコミが動画の中でコロコロ変わっていく空気感が面白いと思っています。スカッシュの皆さんは自分の思う面白い動画ってどんなものだと思いますか。こういう要素があれば面白いとか思うものがありますか。俺個人が好きなのは4人が出ててわちゃわちゃしてる動画が好きなんですよ。だからその旅動画とか僕が見てる分には好きなんですけど、自分が作るドラマとか作品はちょっと自分の内面と関わり合いが強すぎて、見るときちょっと気合が必要なんですよ。最近のセカンドとかも一人一人が見たいとかいう人が結構いるんですけど、俺なんかはその旅動画とかを見てるのが好きだから、4人がわちゃわちゃしてるのが好きだったりします。俺なんかは。ついでにスカッシュさんの動画を面白く作る中で大切にしていることを教えてください。大切にしていること、楽しむことしかない。もうそれにかける。だからその動画がつまんないと思う人はやめた方がいいと思う。楽しく、どうにか楽しむ、それが一番の方法だと思います。高校卒業して4月から就職するので、応援メッセージとして新社会人としての大事なことを4人のリレー方式即興ソングで歌って教えてほしいです。じゃあいきます。よーい、スタート。やるー、俺はやるー、この先死ぬまで今思ってることを忘れず、この闘志をずっ
つつつつつ、おはようございます、ありがとうございます、挨拶忘れず頑張れ、こんにちは、さようなら、大切なのは挨拶。お疲れ様とご苦労様、使い方を一度ググってから言った方がいいよ。お前が先輩におごってもらった時はありがとう。先輩もそんなにお金持ってる人少ないと思うんで、吉野家で頼むときはその高いの頼まないように気をつけてね。言われてるよ。では よろしいですか、お二人。じゃあ、大地さんと達也さんです。よし、レディーゴー。はい。劇団内でこんな差があんの。はい、いいですか、よーい。よーい、さあ、よし、頑張れ。お疲れ様、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 俺とケンちゃんの間にもかなりの差がある。遊ばれてる。はい、この動画が面白かった人は高評価、あと、チャンネル登録お願いします。それでは、みんなも学校で腕相撲やってみてね。やったことある。みんなやったことある。